出てくる。おはようございます。あ、皆様満員電車だ。あ、空中庭園だ。本日2回目のコーヒーです。何で笑うの？バカで好き。何で笑うの？寝てないからさ。寝てすぐすぐ。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリー、はっちゃんと、はっちゃんです。ハッシュポテトです。朝ごはんはマクドー味系でございます。朝マックを買ってまいりました。マクドーって言ってるのに朝マックだから、やっぱマックって言わなあかんと思う。はい、じゃあそれで大丈夫です。今日は全部順応いたします。頭も終わっておりませんっていうぐらい今日は寝てないんです。髪の毛短くなりました。ああ、どうもありがとうございます。ね、1年ぶりぐらいに前髪作りました。どっかに忘れてきたんだ。スノーピークの白馬行って行った記念に何か買おうって思ったんだけど、めちゃめちゃ可愛いキャップを見つけたの。可愛いって思って衝動買いしちゃったのはいいんだけど、キャップが似合わないことに気がついて、そう、今回それでちょっと久しぶりに前髪作って、それで似合わんかったらもうこのキャップはもう私諦めよう思ってたんだけど、最悪なんだ。そうやな。でも今回切ったことによってキャップ無事似合う、うん、まあ見れる感じになりましたので、今日はね、なんとキャップも持ってきたんだ。ふうり、かわいっしょ、スノピのキャップ。はい、喋ってるね、これをね、かぶってね、今回は今から車中泊旅行ってまいります。では皆様、最後までご視聴お願いいたします。今日も行ってみよう。見え。今日4時なんです、寝たの。違う、4時半なんです。何回も言っとく。今日念押しして言っとくわ。だから何があっても多めに見てっていうよっちゃんへのあれな。先に大田っていう道の駅でねがありますので、そこの道の駅でご飯とあとフォア散歩としたいと思います。うだち、おう、うだ、うん、あ、前の車と同じ感じやね、行くところ。ほうほうほう、初めてかも、ここ来るのね。でもここあるで、一回ある。ほらほら、この正面から入るの。何時やったっけ、向こうから来た。来た来た、一回何回で来た。思い出した思い出した、さっちゃんも思い出した。何のやつやったっけ。あったあった。何やったっけ、なんだっけ。でもね、月ヶ瀬じゃないような、なんかの時に来たな。じゃあこっちにあったね、ご飯屋さん。なんだ、来てますわ。一回なんかね、山菜うどんらしいよ。でもね、山菜よりもこっちに目がいっちゃうね。柏とあれ。カーブが続くからな。うん、ぺっちゃんに限っては寝そべってます。全然ぺっちゃん大丈夫です。せや、水がやっぱり綺麗、この辺すんごい澄んでるわ、ね、こんなところでね、夏泳げたら最高。今はいい、風邪ひく。結構いてる。あ、本当だ。はい、では道の駅到着いたしました。お、結構でかい。温泉も一緒に入ってるだけあるね。ジムニーの位置。うん、今からちょっとだけ休憩します。
おりますか。お疲れした。はい、てっちゃん、うん、ここ涼しいね。なかなかね、道の駅今いるんですけど、ちょっとね、にまだ日が高いから散歩も日向ばっかり、あのね、道の方行ってたんですけどね、やっぱりちょっと地面が暑くて、ペちゃんたちがだれてしまったので日陰で今ゆっくりしてます。お店はこんな感じです。結構広いよ、ほらなんでこうなんて言われないこんな感じで奥まであります。小公園、こういうのめっちゃ好き。この辺松阪豚のなんかめっちゃ美味しそうなハンバーグとかめっちゃいろいろあります。美味しそう。あ、お餅とかもある。グレープフルーツ、しかも無農薬。え、一個買ってみようかな。道の駅飯高駅、駅まで行った前で、うん、でね、温泉も一緒に併設されてるので、ここで今日はお風呂と、あとご飯もちょっとね、何店舗かあるので、その辺をちょっと食べに行こうかなと思っております。ざわついてる、ここにざわついてるぞ。もう結構なんか安定してるけどなんで俺抱えられてんだ。やっぱ重いなやってきたぞ、よぞよぞよぞよよ。あんなし、これはやばいぞ。これはね、ペッちゃんとポヤンのあんなしで、こっちがさっちゃんが食べようと思ってるあんこ、そしてこれがよっちゃんの腹に入らずにさっちゃんの腹に入る伊勢ちゃん。よしじゃあんこいただきます。うまい。なんだこれ。よっちゃん早く食べ、ね、これもペロッと食べれちゃうわ。やっぱりそうだよね。よし、やべちゃん、はい、いや、これ皮だけでもめっちゃ美味しい。皮だけなんですけど、うん、美味しい。あんこです。なんでね、抹茶違ったんかえ、全部食べるやろ、きっと。こんなに熱々やねんで。パン飲みよ。美味しい。じゃーん、尻尾の端っこまでちゃんとあんこ入ってる。よしうん、めっちゃ最高。めっちゃ、めっちゃ、匂い、ね、食べる前から、うまい。美味しい。うちゅうちゃんうまい。うん。あの、何？さっちの圧力。ベロシューじゃん。そのまま、そのままちょっと食べたいんだけど、なしのやつ、まあ、美味しいじゃん。うまっ、もだれ。パチェッターじゃ、うまいわな、これ美味しいわ。伸びる伸びる、あ、美味しい美味しい。はいはい、手使い始めました。うちのポア手使い始めました。今からよっちゃんがね、つけ麺食べたいというので目の前のラーメン屋さん行ってきます。よし、レッツゴーでーす。枝豆がついてきました。やったね、うまいな。ラーメン屋さんに来て近所ってなかなかないから新鮮やね。ガツッとするこの、しかもいい感じ。
お兄さんそれやばいですよ。だってビールあるじゃないですか。ビールに唐揚げですか。うん、最高。ああ、最高。唐揚げビールということに。ビールもう一杯。最高です。チャーシュー麺980円。よっちゃんの青さがすごいいっぱい入っててめっちゃ美味しそう。うん、うまっ。塩うまっ。ビンビールうまかった。たまにはビンビールもいい。わかりますか。腹パンパン。今だと8切れすんの今日。帰ったら1本飲んで寝ましょう。ごちそうさまでした。ごちそうでした。美味しかったです。青さうまかった。これチャーシューてんこ盛りやったな。一番弱でつけて。久しぶりの車中泊旅、いや楽しかったな。やっぱこう旅行するのっていいですね。いろんなその土地の食とかそういったものを買ったり、あと見たり、あとはその周辺のちょっと散歩だったりなんだりいっぱいできたのでよかったです。今日は一旦寝ます。おやすみなさーい。ちょっと手上じゃない、これびっくりした。結構やっぱり明るいですよねこれね。じゃ皆さんおやすみなさい。よいしょ。ふぅよいしょ。はい、寝るよ。おはよう。うん。うん。昨日、めっちゃよく寝た。寝た？疲れてた。疲れてたよ。朝の準備もできましたので、なみなみまで注いでおります。マックのコーヒーもどき。今回、ぷっちゃんぽあちゃんのご飯がどっかに遠くに旅立ったんだから。何なんだかな。いらっしゃらないよ。よっちゃんがパンパンにご飯詰めてくれたのに、それをね玄関に置き忘れたらしいんです。鹿肉美味しそう。こちらの鹿肉ですが、笠木の商品でございます。鹿梅さん、やべえ。これぽあちゃんのぽあちゃんのです。まくお世話になりました。こちらの飯高駅の道の駅ですね。今出発いたしまして、次の地へ向かいたいと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。ね、こういう風に久しぶりの旅行を来て、いろいろ地のもの食べたりできて、すごいこちらとしては楽しかったです。3ヶ月近くか車中泊してなかったんですけども、久しぶりの車中泊もすっごい快適に寝れました。全然寒くなかったね。皆様お楽しみに。はい、どこに向かうのかとか、どんな感じでやっていくのかとか見ていただけたらと思います。モリーファミリーですが、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見てみてください。それでは皆様、次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よし、ではマックスバリュー到着しましたので、よっちゃんが忘れたペッポアのご飯をたっちゃんが買ってまいります。嫁忘れてた一緒ね。イラッとしてお主。